どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日こちらの動画ね出させていただきました、燃油サーチャージさらに値上げということで、6月からですね、今の燃油サーチャージより4段階ぐらいアップして、めちゃくちゃ燃油サーチャージ高くなるんですよね。でこちらの動画ではですね、 ANA マイルで発見した時の燃油サーチャージがかかる航空会社、かからない航空会社と、またねスターアイランズでおすすめのマイレージプログラムをですね、燃油サーチャージかからない点でね紹介させていただいたわけなんですけども、今回の動画では JAL マイルで発見した場合、燃油サーチャージがねかからない航空会社と、ワンワールドでねおすすめのマイレージプログラムね紹介していきたいなというふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではね早速内容入っていきたいなと思うんですけども、まず JAL マイルで JAL の飛行機をね発見した場合の燃油サーチャージですね。これ ANA マイルで ANA をね飛行機発見した場合もかかるわけなんですけども、 ANA とね JAL ね、これ燃油サーチャージ一応ね別々で、値段もね別で設定されておりますので、一応ね見ていきたいなと思うんですけども、 JAL マイルで JAL の航空券を発見した場合ね、燃油サーチャージ4月1日から5月31日までの分はねこういった形になります。東京から韓国から、日本から北米ですね、1800円から2万2000円っていう風にね設定されているわけなんですけども、まあ、こちらがね4月から5月31日に発見した分がねこういった形になります。で前回の動画でもね言った通りですね、この燃油サーチャージっていうのはですね、搭乗日の基準に基づいてお金がかかるわけではなくてですね、発見した日のね基準でお金がかかってくるっていう風になりますんで、まあ6月からね燃油サーチャージ上がりますよっていう話をさせていただいておりますけども、5月中にね発見していただければですね、まあ6月以降ね燃油サーチャージだいたい2倍ぐらいまで、今の2倍ぐらいまでねかかるようになるわけなんですけども、5月31日までにね発見していただいた分には関してはですね、今のねレートが適用されるっていう風になりますんで、もしねこれから予定ある方はですね、ひとまずね発見しておくのがねおすすめっていた形になります。で6月以降のね燃油サーチャージ、7月31日までの分がねこういった形になります。日本から韓国だと4100円で、日本からハワイと上がると23600円、日本から北米、中東、オセアニアだと36800円ということで、こちら1人片道ずつかかってくるっていう風になりますんで、まあお二人でね東京からハワイ行かれた場合はですね、23600円が片道2名って言った形でかかりますので、まあ行くだけでもですね48000円、49000円、まあ5万円ぐらいですかね、片道燃油サーチャージかかってくるっていう風になりますんで、まあ往復すればですねこれ2倍っていう風になりますんで、お二人でハワイ往復すればですね、だいたい燃油サーチャージだけで、まあ、10万円ぐらいね持ってかれるって言った形になるんですよね。まあもちろんこちら6月からね適用になりますんで、5月中だともうちょっと安いですけども、まあこういった形でね燃油サーチャージねかなり高くなってくるんですよね。で一応ね ANA と JAL ね燃油サーチャージ分かれておりますよっていう話をさせていただいたと思うんですけども、だいたいねこちらが ANA のね燃油サーチャージで、まあ上に出ているのが4月から5月分、下が6月から7月分になるわけなんですけども、まあ ANA とね JAL、 まあどっちが安いのかっていうと、まあ路線によってね、まあどっちもどっちみたいな感じで、 ANA が安いところもあれば JAL の安いところもあるみたいな感じになりますんで、まあ一応ね値段は分かれてるんですけども、どっちが安いみたいなのはまあ一概にはね言えないって言った形になるんですよね。まあ一応ねこんな感じで覚えておいていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ6月1日からですね7月31日の期間でこの次のね燃油サーチャージ上がるのが決まっておりまして、一応またね7月ぐらいかな、はい、8月以降のね燃油サーチャージの発表がねあるかななんていうふうに思うんですけども、まあ多分ですねしばらくの間はこの燃油サーチャージっていうのはずっと高いままね維持されるんじゃないかななんていうふうに思いますので、本当にね辛い時期に入ってくるなっていうふうに思いますので、まあ先ほども言いました通りね5月中にね発見できるものは発見しといた方がねいいのではないのかなと思います。それでは次にですね JAL マイルで発見した場合の燃油サーチャージがかからない航空会社なんですけども、こちらね本日私がねポチポチ検索した結果っていう風になりますんで、もしねこの動画を見られてですね、この路線この航空会社でこの路線利用したいみたいなね感じで思われた方はですね、ご自身でね確実にチェックはねしていただければなと思います。あくまでね私が今検索してかからないね燃油サーチャージがかからないね現状だったとしても、まあ日本と違ってですね外資系の航空会社っていうのは
いつルール変更が来るっていうのはね、本当にわからないっていう風になりますんで、この点はね、ご了承いただいてですね、ご覧いただければなと思います。で、まずね、ワンワールドの加盟の航空会社の一例なんですけども、こういった形になってるんですよね。アラスカ航空からアメリカンエアライン、ブリティッシュアウェイズっていった形でね、進んでいくと思うんですけども、まあこの中にはですね、 JAL が入ってたり、カンタス航空、カタール航空とかね、結構有名な航空会社がね入ってると思うんですけども、でこのね、 JAL で発見した場合のこの航空会社、ワンワールドのね、加盟の航空会社を発見する場合ですね、燃油サーチャージっていうのと燃油保険特別料金っていうのが、まあ、こちらあるんですよね。でこれが合算されて表示される航空会社もあれば、まあ、別々でね、表示される航空会社がありまして、これねちょっとよくわかんないんですけども、これ一緒のところとね別のところがあって、まあこれ燃油サーチャージの一部っていうか、まあこれまあ空港のね、保安の、まあ、料金らしいんですけども、これ合算で表示されてるね、航空会社もありますので、まあ、今回はですね、この燃油サーチャージと、この航空保安特別料金っていうのが、まあ、表示されたらですね、今回はね、まあ、ありのね、ジャッジにさせていただこうかなっていうふうに思いますので、まあ、別々にね、見れる航空会社だったらいいんですけども、まあ、合算されてね、表示されている場合は、これが燃油サーチャージなのか、特別航空保険、特別料金なのか、ちょっとここね分かんない部分がありますんで、まあ一応ね表示があればありっていうねジャッジをさせていただければなと思います。でちょっとね私の方で調べた結果はね、こんな形になっておりまして、アラスカ航空、アメリカン航空なくて、ブリティッシュエアウェイズがありで、フィンエアはなしで、イベリア航空、前はこれありって聞いた気がするんですけど、ちょっと私が調べた感じだとね、なかったので、一応ここはなしにさせていただきます。で、マレーシア航空があり、このね、マレーシア航空はですね、長距離路線でもね、この燃油サーチャージね、かなり安かったんで、もしかしたらね、なんか、ちょっとしか徴収してないのかもしれないですけども、まあ一応ね、ありました。あるけども、金額は定額みたいな感じでした。で、カンタス航空があり、カタール航空なし、モロッコ航空あり、ヨルダン航空なし、スリランカ航空なし、で、エアフランス、こちらもなし、で、ハワイアン航空もなしということで、思った以上にね、燃油サーチャージの表示がね、ない航空会社もありましたので、まあここら辺狙って利用するのはですね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ一応ね、先ほども言いました通り、ご自身で、ね、路線はチェックしていただきたいんですけども、利用していただくのはね、かなりいいのではないのかなと思います。まあこういった形でね、利用していただければなと思います。特にね、ホノルル路線とかね、狙ってる方はですね、ハワイアン航空ね、利用していただければね、燃油サーチャージかからないっていう風になりますんで、ここはね、結構いいのではないのかなと思います。それでは次に、おすすめのね、マイレージプログラムなんですけども、私の動画でね、何度か登場しております、アラスカ航空のマイレージプログラムですね。こちらね、やはりね、ここかっていう感じで、非常にね、やはりここは、このアラスカ航空のね、マイレージはいろんな、路線をね、利用することができて、またね、いろんな路線がね、ヒットしてくれるんですよね。ですので、非常に利用しやすいです。今ね、いろいろ海外ね、今路線調べてるんですけども、これもね、結構、このアラスカ航空ね、利用しやすくて、毎回アラスカ航空でとりあえず調べて何マイルだろうみたいな感じでね、調べることも多いので、やはりね、このアラスカ航空のね、マイレージプログラムは非常にね、おすすめっていった形になります。で、燃油サーチャージに関してなんですけども、ブリティッシュアウェイズとイベリア航空、この2つはね、残念ながら、ね、燃油サーチャージかかってきてしまうんですけども、まあ、それ以外の航空会社はね、基本的に燃油サーチャージねかからないので利用しやすいかなと思います。で、必要マイル数なんですけども、前回ねスタイランス ANA の方でね紹介した時はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、国内線も強くて燃油サーチャージもかからないということでお勧めさせていただいて、その代わりユナイテッド航空のマイレージプラスは長距離路線がね、必要マイル数が多かったりするんですけども、このアラスカ航空のね、マイルは、まあ、国内線はね、そんなに強くないんですけども、国際線のね、必要マイル数が非常に少なくて、利用しやすいかなというふうに思います。まあ、私の動画で何回か紹介したので、もう知ってる方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、東京からね、アジア区間っていうのは、JAL のね、ビジネスクラスね、利用した場合、こちらね、2万5000マイルで片道ね、利用することができるんですよね。これ、本家の JAL マイルで JAL を発券すると、だいたい4万とかかかるはずなんですけども、アラスカ航空のマイレージで、
発見するとですね、 JAL のビジネスクラスね、片道2万5千マイルね利用することができますので、これはね結構ねおすすめですね。まあちょっとね昔までは非常に良くて、あのアジア、東京、ニューヨークみたいなね、そんな感じで、あの東京からアジアから東京、ここも、JAL のビジネスクラスで、東京からニューヨークも JAL のビジネスクラスで、ここね間でストップオーバー途中降機もねできて、非常にねあの有名だったんですけども、これね何かのタイミングで一緒に解約されて、これは利用できなくなったんですけども、今はですね逆のね道のりだったらまだ利用できるんですよね。だからニューヨークから東京、東京からアジアみたいな感じで、ここはねストップオーバーはできますんで、あの片道の航空券でね2度楽しむみたいなね、そういったこともですね利用することができるっていった形になります。まあこれもねあのここまでねあの利用するっていうのはかなりの上級者向けになるんで、まあ、ほとんどの方ね利用しないと思うんですけども、こういう利用方法もですね覚えておいていただければなと思います。またね他のおすすめ路線としてはですね、まあ、ぜひねこれねアプリ入れるだけで路線調べることができますんで、結構面白いんでねやっていただきたいなと思うんですけども、まあ、ここらはねもう紹介したことあるんですけども、シンガポール、羽田、ニューヨーク、こちら JAL のビジネスクラスだと6万5千マイルですね。で税金等々で、まあ、89ドルでこちら発券することができます。またね東京から JFK、 こちら JAL 前のビジネス、これあの経由しないでね東京から JFK で直で行くと JAL ビジネスクラスが6万マイルですね。で東京から JFK 7万マイルで JAL のファーストクラス乗ることができます。またねアメリカン航空の成田 JFK、 こちらもファーストクラス6万とかでね乗ることができます。あとカンタス航空ですね、シドニー、サンフランシスコとか、ここねビジネスクラスで5万5000マイルとか、本当にねこのアラスカ航空のねマイルで検索してると、本当にこの路線ないかなみたいな感じで調べるとね大概出てきますんで、このアラスカ航空のねマイレージサービスはねかなりね利用しやすいのではないのかなと思います。それでは次にアラスカ航空のねマイレージプログラムの基本情報なんですけども、アラスカ航空のねマイル貯めるにはねどうすればいいのかっていう話なんですけども、方法としてはですねクレジットカードで決済して貯めていただく、もしくはバイマイル、まあ購入して貯めるっていう感じですね。でまあバイマイルはねまあそのまま購入するだけで、先日もね 60% だったから増量キャンペーンやっておりましたので、まあそういった機会にね購入していただく、もしくはですね日々の決済で貯めていきたいっていう方はですね、マリオットボンボイプレミアムカードですね、こちらマリオットポイントからねアラスカ航空っていうのは交換することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらでね貯めていただくっていった形になります。で特典航空券の発券先なんですけども、こちらね誰にでも発券することができますので、友人知人の方にですねマイル使って発券していただくみたいなね、そういったこともね利用することができます。でマイルの有効期限なんですけども3年間っていう風になります。で基本は3年間ですけども、利用もしくは加算がねあればずっと延長されていくっていう風になりますんで、まあ、マリオットボンブプレミアムカードとかでね定期的にずっと貯めて交換されている方はですね、加算があれば延長されておきますので、こちらまあ実質無期限みたいな感じになります。またねこちらはオンライン発券が利用することができて、またねキャセイもこちら利用することができるんですけども、こちらねキャセイだけオンライン発券利用することができないので、こちらね電話っていった形になります。で発券手数料なんですけども、こちらねアラスカ航空の航空会社以外だとですね発券手数料がね片道 12.5 ドルかかるっていう風になります。またね変更キャンセルは125ドルっていう風になりまして、こちらね予約後24時間以内はね無料なんですけども、こちらね結構高めに設定されておりますので、こちらねご注意ください。でこのアラスカ航空のね弱点じゃないんですけども、これね英語サイトしかないんですよね。日本語サイトに対応しておりませんので、あのアプリも全部英語ですし、あのホームページも全部英語で、コールセンターも英語っていう風になりますんで、まあ、ここねちょっとあの大変な部分がねあるかななんていう風に思いますので、まあ、この点はね覚えておいていただければなと思います。まあ非常にねあの利用しやすいねマイレージプログラムなんですけども、日本語対応がねされているとね非常に利用しやすいかななんていうふうに思うんですけども、まあここはねあのちょっと大変ですけどもね、まあオンライン発券することができますので、まあ基本的にコールセンターにね利用するっていうのは今キャセイ確か飛んでないと思うんで、まあキャセイ発券する機会もね今はないかななんていうふうに思いますので、まあそんなに利用する機会はないと思うんですけども、一応ねコールセンターも英語っていうふうになりますんで、ここはねちょっと大変な部分っていった形になります。ということで今回ですね JAL マイルで発券した場合のネイサーチャージのかからない航空会社と、
おすすめのマイレージプログラムね、紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、前回ね、スタイアランスでユナイテッド航空のね、マイレージプラスおすすめさせていただきました。で、今回ね、あのワンワールドでアラスカ航空ね、紹介させていただきましたけども、まあ、どちらもね、おすすめの航空会社、マイレージプログラムっていう風になりますんで、まあ、国内線ね、利用されたい方はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスがね、いいのかななんていう風に思いますし、まあ、どんどんね、海外行けるようになってきておりますんで、よし、次は海外ね、狙って航空マイルね貯めていきたいっていう方はですね、アラスカ航空の方がね必要マイル数仕組みに設定されている部分もありますんで、まあ、こちらの方がねいいのかななんていうふうに思います。まあご自身にねあった方のねマイレージプログラムね利用していただければななんていうふうに思うわけなんですけども、まあ、冒頭、まあ、どっかでね言ってると思うんですけども、外資系の航空会社っていうのはいつルール変更が来るのかっていうのは正直全然わかんないんですよね。まあ1年後も今のまんまのルールかもしれないし、明日ルール変わるかもしれない部分もありますんで、まあ、この点だけはですね覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。